はい、それでは実況やっていきたいと思います。また、マルチプレイでちょっとレベリングしたいと思います。これマルチプレイやってるんですけど、終わりがちょっと見えないんですよね。終わりが見えないっていうのは。新商品が入ってるよ。見ていってくれ。あんたのためにいい商品を見つけてきたよ。まずね、いらないものをね、売っちゃおうと思うんですよね。すぐアイテムいっぱいになっちゃうんで、早めに言っといた方がいいんですよね。ようやくね、このバツがね、紋章かと思ったら、僕のキャラクターが装備できないって意味なんですね。あ、これ死んだ。すげえ修理しました。知らなかった。修理しなきゃいけないんだ。さっきなんか高いのあったよね、防具は。これはどうかな。あ、これ70にしたい。あとポーションをね、買っといた方が良かった気がするんで買おうか。50個。さあ、行きたいと思います。レベル20だから僕らが上ですね。これ勝手にこうやって合流しちゃっていいんですかね。このシステムがちょっとよくわかんない。まだ使えない。よろしくお願いします。まだ使えない。すごいな、このアーチャーの武器すげえいいじゃん。どうもね、このウィッチドッグ失敗しちゃった気がするんですよね、この魔術師。結構使いにくいんですよね。まだ使えない。まだ使えない。ちょっと相手偉い、強い気がする。この入り口をうまく使って。まだ使えない。マナが必要だ。
相棒っていうか一緒にやってる人、マルチプレイの人ものすごいどっか行っちゃった。あれいないね。やっぱ一緒にプレイした方がね、あの相手倒すのがいいんで。で、囚われの天使、呪われた官房に入れ。合流を優先したいと思います。まだ使えない。やっと合流できました。まだ使えない。足が速いね。まだ使えない。まだ使えない。いない。いや、敵多いだろ。まだ使えない。彼の武器すごいな。神がようやくこの苦痛から解放してくださる。
レベル上がるから。自由だ。貴様は何者だ。まだ使えない。神がようやくこの苦痛から解放してくださる。ああ、囚人の亡霊を解放するのね。なるほどね。自由だ。なるほど。人間がいるぞ。生きて返すな。すごい。プレイヤー1の人。早い早い。早い早い。ついていくのやっとなんだけど。獣め、死んでもらう。まだ死者の魂が微笑んでいる。レベル上がった。まだが足りない。まだ使えない。おお、すごいの来た。まだ使えない。ようやく解放。勇者よ、礼を言います。召使いたちは解放されましたが、この場所はまだ呪われています。太郎の中心で万人を探し、この悪事に終止符を打つのです。すごいな、ロまだ使えない。いやー、でかいのをちょっとこっちにすげえ来るんだけど。まだ使えない。結構体力が削られますよね。
ん、今画面がちょっと、ああチェックポイントついたとこね。ありがとうラザルス。裏切り渦巻くこの王国にあって、お前の忠誠は何者にも代え難い。我が愛しの妻にして王妃よ、お前まで私を裏切るとは。誓ってあなたを裏切ったりなどしておりません。最後の瞬間までだ。嘘にまみれたままとは。我が主君の目覚めの時が近い。愚かなレオリックが我が主に抵抗できたのは、まだ主が完全な力を取り戻していなかったからに過ぎない。王妃を裏切り者として始末した今、考えるべきことはただ一つ。苦痛の広間レベル3ですね。我が主の器となる王子のことだ。まだ使えない。すごいよ、俺のやつよりか彼の攻撃力が尋常じゃないんだよ。まだ使えない。コウモリがまだ使えない。いや、その武器いいわ。クラスチェンジできないのかね。マナが必要だ。化け物め、死んでもらう。まだ使えない。悪意のようなものが私の心を奪おうとしている。何者かまだ使えない。身の毛もよだつような行いを私に命じる。そして自らの肉体が思うままにならない瞬間があることを感じる。ラザルスは何か知っているはずだ。気づいていないと思っているのだろうか。妙な目つきで私を見ている。レベル20ぐらいにはちょっとしたいですね。まだ
だ使えない。マナが足りない。普通の間を探せ。歩くスピードが違う感じがするよね。ゴールドゲット。レベル20になるにはもうちょいか。このカエルはね、いろんなとこ行っちゃうんですよね。もうカエルがさ、ちゃんと敵のところに効率的に向かってくれればいいんだけど、そういう感じじゃないから。まだ使えない。でもこっちのスローで、何これ、やばくない。リアは今頃トリストラムで、あの老いぼれのために涙を流しているのであろうな。そして今度はお前のためにちょっとやばいのが控えてる。いでよブッチャー、ブッチャー、肉屋さん、肉切りブッチャー。ブッチャー来たわ。デーモンブッチャーだ。お肉屋さんだ。やっぱりやばい。あ、一応赤いレッドポーションがあるね。まだ使えない。まだ使えない。何これ、やばっ。おいおいおい、えらい大変大変な武器。まだ使えない。体に力が戻った。
やばい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 。回復しなければ。それはできない。いや死んじゃう。まだ使えない。まだ使えない。もう持てない。レベル20ぐらいまでは行きたいなと思います。彼のおかげで。戻っちゃった。これマルチプレイだとそのストーリーがちょっとよくわかんないですよね。途中からなのかどうか、途中からのせいで、でかつ多分これキャラクターごとにストーリーが違うんですかね。思い出したぞ。私はかつて天界、私はおかげで記憶を取り戻すことができた。地獄に残っている帝王ベリアルとアズモ、何者も私を止めることはできない。急ごう。トリストラム、まあ一回ここで切りたいと思います。終了。